の腰痛はどういうことしてるときに痛かったですか？ずっと立ちっぱなしで、こう台所に立ってるときとか、すごく痛くなってきました。そうなんですね、はい、それってちなみにいつ頃からそういった症状が出ました？1年ぐらい前から。1年ぐらい前からなんですね、はい、痛い原因っていうのはここが狭くなって神経が触れて起きてるんじゃなくて、ここじゃなくてこの股関節の部分が動かないから腰ばっかりが動きすぎて疲れちゃって痛みが出るんです。で、股関節っていうのはこの部分です。で、この部分が動かないからここの部分の働きをここが頑張ってやってくれてるから動きすぎて痛くなってるので、ここの部分の治療をしっかりやっていきましょう。はい、はい、じゃあやっていきますね。はい、お願いします。じゃあ、リラックスしてもらって、はい、じゃあちょっと治療していきます。はい、はい、で、ここの筋肉を押さえます。はい、痛くないですか？はい、大丈夫です。はい、このまま緩めていきます。はい、普段からのセルフケアなんですけど、ここの筋肉が硬くなって、はい、肩甲骨が前に引っ張られて、で、腰痛を起こすから、これを戻していかないといけないので、ここの筋肉のセルフケアをやっててください。で、やり方なんですけど、手のひらを上向けていただいて、このまま後ろにグイッと引っ張っていただいて、ここを伸ばすっていうセルフケアをやってください。そしたら、ちゃんとセルフケアを続けてやっててください、はい、で、セルフケアに関しては分からないこととかあったらメールとか電話でいつでも相談してください。はい、分かりました。はい、じゃあ1週間後にまたよろしくお願いいたします。お願いします。